ゴルフは日常だ。そんなプレイヤーたちの挑戦意欲をかきたててくれる場所がある。そこは四季折々の自然を生かし巧みに作り上げられた魅力あふれるゴルフコース。やってきたのは阿部桃子。普段お話しできないような方と老若男女関われるっていうのはすごく素敵なところだなって思います。そして山崎至る。仕事だったりプライベートだったりっていろいろ人生の中で密接にゴルフと関わることになったので、まあ、そういう意味で、まあ、パートナーなのかなっていう感じです。だからゴルフはやめられない。国内に18コースを展開する太平洋クラブ。今回2人が訪れたのは新たにグループに加わった金の台カントリークラブ。着いたね。着いたね。行こう行こう。都心からわずか1時間とアクセスも抜群。石張りな感じと木のねぬくもりと。1964年開場以来刻んできた歴史と伝統を受け継ぎながら、2022年太平洋クラブが手掛ける初の単独運営クラブとして、より時代に寄り添ったゴルフクラブへと生まれ変わりました。新生金の台カントリークラブは島村忠監修のもと、戦略性を高め現代のプレイスタイルにマッチしたコースレイアウトへと変更。若返りを図りながらナビゲーション付き乗用カートの導入でより快適なプレーが実現しました。2番ホールやってきました。508ヤードパー5ということで、ロングホールですね。金の台カントリークラブ2番ホール508ヤードパー5。右サイドのバンカーまでおよそ170ヤード。フェアウェイ左の松の木まではおよそ320ヤード。セカンドショットの地点から目に入るのがグリーン手前、フェアウェイ中央の木。グリーン奥は急激に下っているので落としたらノーチャンス。腕と頭脳の見せ所となるホールだ。ちょっと右ドッグレッグしてるのかなっていう感じなんですけど、軽くですね、はい、真ん中のバンカーの手前の木方向から行ければっていう感じですね。まあそこに置けたら狙えますかね。イーグルも狙えます。おお、調子が出てきましたね。続きます、はい、まずは阿部のティーショットから。おっと、ちょっと左だけど、うん、まあでも問題ないでしょう。はい。あ、行ってる。結構飛んだ。すげえ。ラフまで行きましたか。いや、キャラフまでは行ってない。大丈夫ですか。よかった。ちょっとダフリ。阿部のティーショットはフェアウェイ左のラフ。はい。イーグル宣言。強気な山崎のティーショット。うん、いいんじゃないですか。バンカー超えてるでしょこれ。うん、いいんじゃないですか。バンカー超えてるでしょこれ。多分ちょい右、思ったより右行ったけど、うん、まずは280ヤード近くのナイスショットでフェアウェイキープ。意外といい球出てびっくりします。イーグルになります。山崎のイーグルには期待しつつ、こちらは阿部の2打目地点。セカンド、はい、めっちゃいいとこですね。そうですね。若干ボールも浮いててライもいい。狙いはフェアウェイ中央高い木の右サイド。ちょっと待って、めっちゃ良くない。あ、よかった。めっちゃいいでしょ。そんな完璧なルートある。ちょっと間に打つっていうので、うん、ちょうど木から右にね、はい、フェードしてて一番転がるいい球なんですか。はい。山崎のセカンドショットは残り235ヤード。5番ウッドで2オンを狙う。
うん、相性完璧じゃないですか。これいいんじゃない？これいい。多分いったんじゃないですか？いい感じかな。うんうん、乗ってそう。乗ってると思う。来たぞイーグル。取ります。イーグル取ります。阿部のサードショットは残り90ヤード。ギャップエッジでピンをデッドに狙う。ギャップっていうクラブで。ギャップエッジ。はい。おお、いいぞこれ。おお、いいぞこれ。うわ、ナイス。止まっちゃった。ピン手前にナイスオン。でも悪くないんじゃない。いいですかね。パー5。阿部は3オン。山崎は2オンと高いレベルの共演。さあ山崎、イーグルチャンスをものにできるか。いいよ、攻めた、入れ。うわー、すげー。いやでも狙ってったんでしょうがないですね。阿部はバーディートライ。打ったぞ、打ったぞ、打ったぞ。俺もイーグルパットに。なんか手前から速いのか。少々ラインを読み違えたが、返しのパットは見事沈めて、ナイス。パーでホールアウト。ナイスパ。ありがとう。山崎のバーディーパット。これも外し、結果パーでホールアウト。あー、パー。難しいですね。そうですね。いやでもナイス2オンだったのでよしとしましょう。あの攻めの姿勢は良かったですか。そうですね、はい、ゴルフの基本はパープレー。くじけるな山崎。今回訪れた金の台カントリークラブには50ヤードのドライビングレンジが10打席用意されています。桃子ちゃんは普段は練習行きますか。練習場行きますね。ほう。多い時は1日800球ぐらい。800球そうでしょ。打ちます。そんなするの。はい。そこでプロゴルファーを目指す阿部とレッスンプロの資格を持つ山崎に日頃の練習法を見せてもらいました。7とか、まあ、9ぐらいでもいいかなと思うんですけど、うん、クラブをこのだいたいおへそとこのグリップエンドが絶対こう離れないように、はい、直線上にこう常にあって体がこう左右向いてったらクラブも絶対こう向くと。でここがだいたい体が止まった時にクラブも止めちゃうんですよね、はい、これ以上多分いかないんでクラブはここで止めて、はい、でそしてここからあんまりクラブと体が離れないようにそのまま体の向きに沿ってクラブも一緒にこうグリップエンドがついて動いていくっていう、多分この練習で打っていくみたいな。慣れてきたら同様の意識で複数のボールをテンポよく打つのも効果的なんだそうです。一方阿部の練習方法は、例えば別にスティックがない方はクラブとかでもいいんですけど、はいはい、これをここに挟んで私は練習します。あ、これね、はい、山田さんの言ってたおへその前、うん、これがずっと守れるっていう練習方法で、はいはいはい、クラブに添えたスティックがスムーズに触れるとグリップエンドは自然と体の中心に。手だけで振るとスティックが体に引っかかりうまく振れないので体感で理解できるそうです。クラブを振っていくスペースをこう腰を回すことによってこう開けていくんですけど、この動きができないとクラブだけ押してきてここが閉じてるんで詰まってこう伸び上がったり、クラブだけ先にバーンっていって手打ちになったりみたいな感じですよね、うんうん、それがこの棒があったら絶対開かないと、うんうん、こう打っていかないから、そう回していかないといけないので、うん、そうそうそう、だからこの棒があったら自然に、うん、そうですね、回していく癖がつくというか。金の台カントリークラブ3番ホール166ヤードパー3池越えのショートホール。グリーンは周囲を囲むようにバンカーが配置されており、ショットの正確性が求められる。まずはグリーンセンター狙いで確実に乗せたい。見晴らしはいいですね。見晴らしいいですね、はい、いいですね、
狙いやすいんですけど、ちょっと注意しなきゃいけないところもある、うん、ああ、なんか手前だと結構こっちに、うん、ね、右下にこう降りてきそうな感じあるから、ね、うん、花道から行ったら安全ですかね、うん、そうですね、左サイドから、じゃあ頑張りましょう、はい、フェードが持ち球の阿部は5番ユーティリティで左サイドを狙う。おお、おお、カットしてくるか。フェードが分からなかったな。ちょっと、あ、サブグリーンの奥。あ、ちょっと落ちた。うん。まあアプローチでって感じですね。そうですね。グリーン左ラフに。続く山崎は8番アイアンでグリーンセンター狙い。うん。あ、かかってない。でもまっすぐ行った。うん、乗ってはいますね。ナイス。グリーン右サイドを辛くも捉えた、はい、今年は頑張って寄せます。はい、行きましょう、行きましょう。阿部の2打目はグリーン左サイドからのアプローチ。落としどころがちょっと難しいね。そうですね、でもそんなに下ってるわけではなかったので、うんうんうん、まあ、10ヤードぐらいのところに、うんうん、ピンの10ヤードを手前に落として転がす計算。ちょっと強く入った。ちょっと強く入ったな。チェン効いたけど、うん。ちょっと強く入っちゃいました。ワンオンの山崎、バーディートライ。お、いいタッチ、いいタッチ、入れ。ああ、惜しい、ナイス。惜しくもバーディーは逃したものの。入ったと思いました。パーでホールアウト。阿部のパーパット。最後人転がりで。うわ、合わせすぎたか。合わせすぎました。苦しいな。打ち切れず、ボギーでホールアウト。えい。なし。なかなか難しいね。調整していくのが、うん、まあ、ちょっとだんだん慣れてきたから、はい、この調子でね、また攻略していきましょう。はい。はい。ゴルフのある人生、今日の結果がどうであれ、明日はこう叫びたい。ブラボー。